清水岩屋公園の置。清水岩屋公園は、鹿児島県南九州市にある市営公園、岩屋公園とも呼ばれる。公園の水は、清水支えて用水の水源として、疎水百選に選定されているほか、公園前の万の瀬川下流には、1985年、名水百選に選ばれた清水の湧水があり、心安らぐ清水の里として、 水の里百選にも選定された。清水岩屋公園の像、清水まがいフッツを中心として設置されており、公園の前には二級河川万の瀬川が流れ、池のあぜには金閣寺を模して、川辺仏壇の技術を利用して作られた、桜の館カフェ、桜の館研修施設、清流の森、キャンプ場やプールがある。アイラカルデラの白ラ大台地を万の瀬川が侵食した。 断崖から大量の地下水が各所で湧き出し、公園の近隣の下部には水元神社がある。清水の湧水を代表する湧水で、名水百選に選定されている。6000トン、日の大量の水が湧き出しており、3000トンが浄水道源として活用されているとともに、地域住民の生活用水、灌漑用水、発電としても利用されている。水は、 疎水百選に選定されており、万の瀬川の支えで咳より、岩屋公園内を流れ、下流の水田約15ヘクタールにの灌えを行っている。冷たい水で、清水でしか生息しない、オキチモズク族の絶滅危惧種、オキチモズクがこの溶水で確認されている。1663年に掘られた水道溶水は、咳より約350メートルの位置にあり、東西に、 約173メートル掘られている。ありがとうございます。